では、リーシンド SX または読み取りされたエクストラプロトコールを見てみましょう。まずこれは、一般的に寝室にペーシングされます。これは自動的です。辛抱を介して行うこともできます。あなた自身でも動作確認を行うことが必要です。ここでは、時間の間隔を S2 に持っていきましょう。 そして、500でスタートし、S2 へ持っていき、10ミリ秒ずつ減少させていきます。S3 も含めることができます。S3 を押すことで、10ミリ秒ごとに S3 も減少することができますし、ペーシングも停止するでしょう。